どうもしゅんです。こんにちは。前回内定の登竜門企画で大人3名の方に面接をしていただいたんですけども、今回は就活生のリアルな悩みを皆さんに解決いただけたらなと思ってます。自己紹介の方、セカニシさんからお願いします。はい、セカニシと申します。面接は今まで500人以上してきました。人生相談のプロでございます。何でも頼ってください。株式会社ワールドインテック社長の栗山です。どうぞよろしくお願いします。元 CTO で現在 IT 系エンジニアの秋田と申します。中堅大学法学部3年生の斉藤と申します。大学の方では規約法のゼミに入っておりまして、申し込みと承諾という分野について研究しております。早速悩みの方お願いします。タスクっていうのを抱え込んでしまう性格っていうところがあって、これからどんどん面接とかスタートしていく上ですごい不安っていうのがあって、そこをどうキャパオーバーせずに対処できるかっていうところをすごく気になりまして、お伺いできればなと思っております。いろいろ抱え込みがちっていうところと、何を優先すればいいかわからないっていうところをお聞きできたらなと思ってます。皆さんから見て、今学生としては優秀だけど社会で働く上だったら課題になりそうだなみたいな、そのあたりの話とかもちょっとお伺いしたいなと思います。大義名分と実際に自分のゴールは別になってくるので、そこの整合性が自分の中できちんと取れなくなるだろうなと。相手の会社さんもいろんな会社さんがあって、その時にどういうふうに自分の心をコントロールできるかっていうのがちょっと心配かなと思うところはあります。大事なのはやっぱりこう短期的に物事を見ないっていうことがやっぱり大事で、優秀な人っていうのはどちらかというとすごい狭い視野角の中で見たことでつまずくと、大体そこでやめて転職していく人が多いっていうのは典型的にあるかなと思います。じっくりいろんな人の話を聞いたり経験をして、もうちょっと広い視野角で見れるような人間にどういうふうに社会人の中でなるかっていうことが大事なんだと思うんですよね。入社後のギャップっていうのがかなりキーワードになるんですけれども、私自身も感じたんですよ。いわゆるめちゃめちゃ有名な大手人気企業に入社したんですけど、やっぱり説明会のキラキラした部分と実際リアルに PC に向かい合って Excel と戦うみたいな時って全然違うんですよね。そこの入社後のギャップにやられないか不安っていうのはちょっと思っていて、解消するには社員訪問で社員さんのリアルな声を聞きまくるしかないんですよね。でこれが先ほどのキャパオーバーの話とにつながってくるんですけど、キャパオーバーなのは広く浅く見ようとしちゃってるからなので、そもそも受ける企業をちょっと絞らなきゃいけないんですね。絞り込みのためには社員さんからリアルな言葉を聞くっていうのがかなり大事。それを本当は1月2月ぐらいでやってほしい。今からでもいいのでリアルな社員さんの声を集めまくる、いろんな企業に話してみるっていうことをした方がいいです。入社後何が起きるかなって想像してたんですが、無能な上司、無能な同僚が現れた、いますいます、絶対います。現れた時にすごくイラつくエリート企業って言われてるところでもいます。モチベーションを失っちゃってる人いるんですよ。その時にそれをどう解決するかっていうと、自分の近くじゃなくてちょっと離れた人たちに相談することだと思うんですね。その人たちとこう仲良くなるための行動が非常に大事だと思います。顔を広げる、その対処法って顔を広げるより他の皆さんだったら避けるっていうことしかないけど、その人をめちゃくちゃ大変だよ。そこから逃げる、でも超大事です。距離を置くのは超大事です。避ける、変に戦わない。あ、そうですね、真正面から行かない、大事です。どんな苦手な人でもやっぱり付き合って超えていかなきゃいけないので、どこまでガチで向き合うかっていうのは大事なんだと思う。少しこう肩を透かしながら逃がすものは逃がしながら適度に付き合いながら、どういうふうにその人を乗り越えていくかっていうのはどんな組織でも必ずあると思うので、それは必ずそういう場に出くわすんだと思います。先ほどの面接の話でも、今回の悩みでもキャパオーバーっていうところがありまして、はい、それは仕事を始めてからもあると思うんですよね。ちなみに秋田さんの中でキャパオーバーになった時とかってありますか？ありますね。どう乗り越えたんですか？ちょっとどう優先順位今の仕事でも付き合われてるかとか。正直言うことですね。ああ確かに、オーバーですので助けてくださいと、確かに確かに、もう話しますと、はい、言ってくれたらみんな、ね、ちゃんとした社会人さんなんでちゃんと助けてくれるんです。意外に責めたりしないんです。自分たちにも影響するんで、正直に気持ち伝えると皆さん優しくしてくれます。ちなみに普段 SNS 見てます？あ、見ております。何見てます？ツイッターとか YouTube とか、インスタもあるのかありますね。はい、まさにドンピシャでした。つまり SNS に煽られてるんです。他人に煽られている、だから不安になって不必要なタスクキャパを抱えてしまっているっていう結論、他人に煽られるなという話なんですね。自分を持てと。世の中はすごく怖くてですね、人を煽ることによって儲かる人っているんですよ。例えば SNS のインフルエンサーって有料で会員登録させたりとか、有料の塾みたいなのを
ことやって、それで儲かってる人もいるわけです。つまり不安にさせればさせるほど儲かっちゃうんです。不安にさせるような投稿をめちゃめちゃするんですよね。そうやってビジネスモデルを知ることによって、視点を広げることによって、この人は人を不安にさせて儲ける人だなって思えば、変に不安になったりとかキャパオーダーとかになったりしないと思うんですよ。本当に自分が取り組むべきタスクを絞る。他人から煽られないっていうのが結構大事。ですので、ツイッターは全部アンフォローしよう。フォロー外そう、全部。全部フォロー外そう。はい。はい。自分で選んでいいですよ。本当に焦ってます。焦ってますね。あ、焦ってはいるんですね。焦らなくていいと思っちゃったんですけど、さっきの話から聞いてると。なんで焦ってるんですか？じゃああれなんですけども、指紋してないある種企業さんとかの面接してる際でも早期に起こされたりとか、まあ、一時見るとかで起こされたりする部分もあるので、でもそういった部分で本当の自分の行きたい企業さんとかについてもやっぱそこで起こされないかっていうところがすごいな。それ志望動機じゃないですか。甘いんじゃないですか、志望動機は。甘いですよね。だって学知科は大丈夫なんだから、志望動機だと思います。実際その二次面接だったんですけども、学知科の深掘りっていうところで落とされたっていうのがあって、合わなかったってだけ別に気にしなくていいんじゃないですか。ちなみに どういう企業人材の会社でして、見る目ないんじゃないですか、相手は。だって一番活躍できそう人材、営業なんて。前提面接ってその受かる人数が少ないので、はい、相性だとは思いつつ、なんで落ちたかみたいなところの要素は栗山さんとかまさにど真ん中の領域だと思うので、ここの部分をもし改善できたら、まあ、合う企業に出会えるんじゃないかみたいなところもしありましたら教えていただきたい。一応何分間でした面接、その落ちた面接。1時間ぐらいの。長っ。じゃあ深掘りしたんだ。結構深掘りはあって。あ、そうなんだ。どういう面接官でどういう話されたのかわからないのかと言えないんですけど、はい、先ほどの面接の時でもちょっと感じたように、はい、あまり優秀すぎて自分の型通りの回答だけにこう全てこう寄せてくるっていうのがよくありがちなパターンで、こういう人は大体優秀なんですけどチームワークあまりうまく取れずに1年半とか2年ぐらいでこう辞めてくる、そういうパターンの人が多いっていうのは、比較的面接官こう多くそういうタイプの人今までいっぱい見てるので、多分斉藤さんもこういうタイプの人なんだろうなというふうに感じたんじゃないかな、そう思われちゃったんじゃないかなっていう節はあります。そこにその泥臭さとか人間味とか家族を大事にするとか遊びで仲間を大事にするとか、そういうエピソードが入ってくると、全てその討論会となんかインターンのバイトに全部話がこうつながって、もうそのパターンだけで戦おうっていう戦闘モードがこう逆にこう焼けされるっていうのはあるんじゃないかなっていうとはありますよね。報道の動画で可愛げの話が出たんですけど、はい、どうやったら可愛げって出ますか？僕はやっぱ失敗談の話は一番人間味感じますよ、やっぱり。あとはですね、こういう風なところで助けてもらったとか、必ずサッカーの話もコーチングしたとか、マウンティングポジションからの話になっちゃう。なるほど。逆にこういう人、先生にこういう風に教えていただいたとか、助けてもらったとか、助けてもらったんでこの成績が出せましたという話になると可愛げを感じる。確かに。事前と感謝の気持ちも伝わります ね。それは全く微塵も感じられなかった。あまりの顔が浮かんでこない。あ、確かに確かに、それは確かに。斉藤さんがどんな風にしたかもう超リアルに浮かぶんですけども、あまりの風景が、はいはい、まだ大きい失敗とか挫折がないっておっしゃったと思うんですけど、そういう場合どうすればいいですか？いや、ありますよ、何か。あるだけ。言語化ができないだけであって、時間を使ったものには必ず何か失敗談とか挫折とかってあるはずなんですよ。問題は言語化するかしないかって話なので、はい、壁打ちっていう意味で言うと、友達と一緒に模擬面接するのが一番いいです。ちなみに、今思い出してみて、大失敗まではいかないけど、みたいなのでありますか？治療して、みたいな経験があって、そこが大切としてあるのかなっていうのがあって。面接はでは普通に言ってるんですか？面接ではそれ言ってる。いやでも大学受験ちょっと微妙っすね。全然刺さらない。丸3年間大学生活やってるわけじゃないですか。で3年間何してたのってなっちゃうんですよね。でも前提絶対内定とも今実際に取っていて、就職できないのは絶対そういう悩みではないんで、より高尚な悩みってことですよね。なんとなく焦るみたいなのはなんかあるあるだと思います、うん、今の話。こういう人と一緒に働きたいっていうところをお伺いしたいなと思っています。はい、いいですか。辞めそうだなって思わせたらダメなんですよね。
本当に心のモチベーションとして入社した時に採用する側も採用された側もどちらもハッピーかどうかめちゃくちゃ大事なんですよね。っていうのも採用にコストかかりますし、研修にもコストかかるし、入社後にもコストかかるし、たくさんたくさんコストかけたのに2年で辞めますってなったら、今までかけた数千万なんだったのみたいな、なっちゃうんですよね。蹴らないよっていうことを論理的に伝えるのがすごく大事で、蹴らないからこそ私には投資される価値がありますっていうことを思わせるので、しっかり社員訪問を通じて本心で志望してるってことを伝えることがすごく大事なので、これから受ける企業は志望動機を本心で本当に志望してますってことを伝えるためには訓練してほしいなというふうに思います。この仕事にかける情熱、この仕事をやれる喜びを感じて仕事やれるかっていうのが重要で、ただどんな会社でどんな仕事があるかっていうのよくわからない学生のうちにそれを求めるというのは大変なんですけど、インターネットだとか会社訪問だとかしていく中で自分はこの仕事にかけるこう情熱思い、でもそれも一方的な片思いの情熱っていうことではなくて、ありがたさをより深く感じる情熱っていうのを伝えてくれると、この人と一緒に仕事したいなって思うと思うんですよね。組織の中でこの人がいたらどういうコミュニケーションが生まれるかっていうのを想像するので、かなりマッチングにはなるんですよね。本当なんか一般的なことですけども、笑顔と素直さ、特に今私たち経験なんで教えてあげたいって、周りが助けてくれそうかなって想像できたら一緒に働こうかなって伸びしろですからね、あくまでも新卒っていうのは今後伸びるかどうかがすごく大事なので、伸びしろを感じさせられるかどうかが大事です。もともとキャパオーバーとか就活に対して不安みたいなところの悩みだったんですけど、ちょっと解決されましたか？やっぱ優先順位ってところが結構それに響いたっていうのがあって、自分自身やっぱ何でもかんでもやってしまうみたいなところがあったので、さすがにもうそれは無理だと思うので、ちゃんと優先順位つけて話すところと、これはまだいいやというところをきちんと使い分けていきたいなと思いました。ということで今回ワールドインデックスさんとのコラボ動画で栗山さんと一緒に働きたいと思った方は下の概要欄からぜひチェックしていただけたらなと思います。秋田さんと坂口さんの SNS のリンクも下の概要欄に貼っているので、よかったらフォローお願いします。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。